はい、どうもアンダーソンです。今日も京都でね、夜もうそこそこ遅い時間ですが、シーマンやっていこうと思います。で、前回ね、海に話して結局帰ってきてくれなかったので録画しておりません。で、今回もね、シーマンを水槽に戻すことができたら生かそうと思うんですが、このままだとね、一回リセットゲームした方が良さそうな感じなんでね、まあどうなるか分かりませんがね、やってみようと思います。細川さんが言うにはね、海の生活を楽しんでてね、それでも俺のこと待ってるって言うから本当かなとか思いながらね、まあやってみたら分かることなんでね、スタートしていこうと思います。ではポチッとな。今日は姿が見えねえな。前回ね、ボツにした動画ではね、もう泳いでるやん。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日もダメかな、楽しいですか。おーい、全然こっち向いてくれなくなったもんね。腹見たの初めてだわ。うんか、何も返事してくれんね。すげえドアップ。シーマン、ピカチュウ、インジケーターがもう全然点灯してませんね。楽しい？今日で2日目だけど帰ってくる気ないかい。ちょっと餌やってみますかね。一応木はぐって何も出んかった時の虚しさよ。3つおんのかい。1人ぐらい向こうにいていいじゃねえか。そう、気をつけてたのに。そうかい、どうす、無駄に消費されるか食べてもらえるか際どいとこですよ。餌だよ。腹減ってねえの。あっこ右に姿は見えますね。あ、食いに来た、食いに来た、見向きもしねえよ。ダメかな。ちょっとね、配信的には微妙ですけどね、昨日まあ撮影した時、ボツ動画にした動画ですけど、それは早めに見切りをつけたんですが、今回はちょっと頑張って暗くなるまで何かして、あの子がこっちを向いてくれないか。もう来いやで、こんな餌あるよ、餌あるよ。砂の中潜っちゃった、しょうがねえな。うわ、連続投下ですよ。姿は見える、あの左に映ってる子がそうだけど、食わねえな、全然食いつかないですね。興味なしか、餌に興味なしってどうなんだ。食わねえの、まだあるけど取ってこようか。これ実況だと分かりづらいと思うんですけどね、今喋ってる時はシーマに語りかけてません。で、食わねえのとか言ってたのは A ボタンを押してシーマに語りかけてるんですが、シーマの方は全然反応してくんないっすね。まあ、今ベビーギルマンですけどね。遊ぼうぜ。これ前回の会話が噛み合わなかった時よりもしんどいな。こいつは喋んないっすね。今どこら辺泳いでんだか、右に映ってるあれかな、あれっぽいな、これですね。いや、そっちの生活はどうだい。ああ、やっぱダメっすね。ハルキナッシングですね。幼虫の命を無駄に散らすのも申し訳ないが、こっちとしては起伏しかやることがねえっすからね。実際虫食わんかった間って何食ってたんだろうな。帰っておいでよ、楽しそうやな。戻ってきた。もうしょうがないね。意外とあれっすね、海に戻したら戻ってこないっていうコメント多いっすね。今さらっとネットで調べてみたけど、アップはすげえな、目が怖えよ。さっき腹が見えましたけどね、あれ初めて見たな。こいつ俺と話していない時って誰と話してんだろうな。楽しいかい、そろそろ戻ってこいよ、じゃないと食っちまうぞ。まずそうだけどな。お前俺と話してないと頭悪くなるぞ。知らねえぞ。
ダメですね、反応してくれませんね。これ反応しないってことはもう帰る気ねえってことなんだろうな。今日は帰んないよっていうパターンかな。ねえ、スカる音しかしませんもんね。ケツの穴つまんでるわそれはそれで面白い。この頭のあのピロピロしてるやつはね、つまんでやりたいですけどね。つまんだら暴れんだろうな。暴れてもげるんだろうな。それは怖いねちょっとあんまりですね。ちょっとあんまりだけど、復活続けて知らんぷりってのはしんどいっすね。ダメだな、食いもんで気引いたるわ。下に出てきたけど何してんの、あれ何してんの。酔っちまうよ、おい。大丈夫か。絶対サンゴに引っかかってますよね、あれ。おーい、視聴者泣かせだな。マイクラやった直後でね、マイクラ用意してる最中にやってますから、ちょっと気持ち悪いっすねえらいことになってるで。ロングで見るとますますシュールですね。たった2日で戻ってきちゃったの。シャバの水をエンジョイさせてもらったぜ。それはよかった。どうせ俺を水槽に戻す気なんだろう。イエスノーどっち。イエス。また俺を独房に戻す気か。じゃあ早く水槽に戻してくれよ。戻ってくれるのか。いいやつだな。あれ？ここ PS2？ PS2 じゃん。やったー。ドリキャスより PS2 の方がいいの？こんな狭いところに閉じ込めて、お前嬉しいの？人間って勝ってるね。狭いところに閉じ込めると所有欲が満足するんだもんね。まあさ、この PS2 版のシーマンわざわざ買ってやるってことはさ、お前も真面目に俺を育てたいんだろ。分かってんだよ。あんまし居心地いいとは言えないけど、とりあえずお前に飼われてあげよう。海が恋しいけどね。時々海に戻してくれよ俺のこと。特にちっちゃいうちはな。その都度言うからよろしく。了解。まあそんなこんなで自己紹介すると、俺のナーシーマン、正確に言うと今みたいに魚の赤ちゃんのうちはさ、ベビーギルマンって言うんだけどさ。まあ細かい話は細川さんのナレーション聞いてくれ。意外とめたいこと言うね。でまあこうやって君と会話をしながらね、人間に関する情報を蓄えて進化していく生き物ってわけよ。よろしくな。会話が俺の第二の餌みたいなもんだから怠らないでくれよ。まあしつこいのはごめんだけどね。あんた他に何のゲームもやった形跡ないね。もしかしてシーマンオンリー。そんなところだ。まさかそのために PS2 ごと買ったんじゃねえだろうな。そのまさかさ。えらいなお前。実際ね、真面目な話ね、シーマンをリクエストされてから実況開始するまでに PS 買って、でシーマイクコントローラー付きのシーマンをゲットしたっていう本当の流れです。これ海は楽しかったかい。え、もう一回言って。海は楽しい。寒い寒い。あーいい感じ。あーいい感じ。こんなところかい。男男男男。さっき答えたよそれ。じゃあ女で。どうも。どういうことやね楽しかったかい。やだ疲れてんだよ。疲れてるらしいです。疲れたのわしじゃわ。あ、今 A ボタン押してません。今なんだろう。君男女どっち。
男。男？そう。え？もう一回言って。男。君、男？女？どっち？何度も言ってるけどな。男。女？悪いな、男だ。え？もう一回言って。男だ。女？男言ってるやん。困った子やろ。男。女？女？君、男？女？どっち？わしは男じゃ。男？そう。うんこ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 。男だったらうんこなんか。いい顔してるね。え？もう一回言って。いい顔してるね。よくわかんない。そうか。うんこ。うんこ。汚い。おめえが言ったんだろう。もうちょいゆっくり喋らないとダメっぽいですね。それと食い物与えてみますか。あ、捕まった。餌入れたよ。え、もう一回言って。食べ物。どうも。じゃあ食いやいいの家。なかなか会話はやっぱり難しいですね。元気？すっごい元気。それはよかった。お、つつき始めた。ごちそうさま。何歳？え、もう一回言って。何歳？よくわかんない。天才とか盆栽とか答えてたやんけ。何月？どうもじゃわかんねえよ。マイクの感度が良くないのかな、それとも単純に俺の発音が悪いんすかね。発音悪いって結構ショックだな。一応実況者なんですけどね。かわいい。そっか。自分に都合のいい言葉だけわかるみたいだ。その辺人間とそっくりですわ。何の話すればいいかな。昔昔あるところに。え？もう一回言って。昔話。はい。はい、言われた。なかなかあれですね。どういう風にして会話をつないだらいいのかわかんねえもんっすね。本番はやめようよ、そういうこと言うの。ヒーター入れて。ヒーター？あー、そんな感じそんな感じ。やっぱ15度下回ると嫌みたいですね。15度から20度って言ってたんで、20度超えてやろうと思いますよ。離してよ。手離せよ。熱いみたいだな。熱いみたいだな。俺はシーマンだ。まだ赤ちゃんだけど。わざわざ水温計の方まで移動しましたよ。やっぱ20度超えると暑がりますね。下をしたところで温度が下がんないので、とりあえずはもうこのまましばらく我慢してもらいましょう。シーマン。何？ピカチュウ。シーマンなのに。知ってるわ。暑い。我慢してくれ。え？もう一回言って。我慢して。ヒーターはね、上げることはできるけど下げることできないんですよ。で、ほっとくとね、勝手に下がるんですよね。だからしばしば寒いとか言ってヒーターの温度を上げさせるんですけどね。今わざと21度まで超えさせたので、やっぱちょっと暑いみたいですね。ピカチュウ。ちょいとあんた、ちょっと暑いよ。ピカチュウ。やめろ、俺をそう呼ぶのは。もう一回言うてやろう思いますよ。ピカチュウ。古いよそのギャグ。何時？イボジ。マジで？くすぐるってのができるらしいんですけどね。ちょいとあんた、ちょっと暑いよ。まああんなこと言ってますけどね、もうぼちぼちね、ヒーターの温度も下がっていくのでね。でこの通りもう森は真っ暗なんで、今日はもう終わりにしようと思います。なんとかね、水槽に戻すことができたので良かったなと思ってるんですが、これ素材としてはどうなんだろうね。またね、シーマンの続きやっていこうと思いますのでね、よろしければね、またチャンネル登録等々していただいて、この続きお見逃しのないようによろしくお願いします。どんな風に育っていくかね、私の方も楽しみにしてますのでね。ちゃんとね、なんか割と繊細な生き物らしいんで、死んだりしないように頑張って飼育していこうと思います。
チーマン以外にもね、いろんなゲームやっております。マインクラフトとかね、ホラーゲームも中心にやっております。でゲーム以外のねコンテンツも実写でやっておりますのでね、よろしければそちらの方も楽しんでいただけたらというふうに思います。それでは今日のところはこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。